どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃってストリームスクーパー、ボス倒したい、続きをやっていきたいと思います。刀できて、まあ遠距離ダメージアップでいってる。オッケー。さあ次は亀裂。チャレンジ、ダメージを受けずに了解。危ない。あれ、ダメージ受けた？何のダメージ受けたの？あ、飛んできてるやつ？やだな。ボムは5。回避をしない。アウェキング。待て待て待て。よし、体力が回復した。もうちょいすればルシド溜まるか。外した。どん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 と。石の腕。アーマーが大幅にアップするが、防御ができないからやってないもん。よーし、いいぞ。ルシュラタック使わない。了解。はい、危ねえ。ビリビリ、逃がさないぜ、こいつも食らえ。やっぱ敵が強くなってくるよね。はい、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 よいしょ、くれ。すごい場所だな、ここ。遠距離武器マスター。ほらほらほら、倒して、で、あとは OK。 チャレンジ多いね。近接攻撃ね。1、2、3、1、9999。なんだあれ、あと1回か。ラディアントシールドはアーマー上がるからこっちです。さあ倒して、あとはなんだい。誰よ、逃がすかよ。で真ん中倒して、隠し扉はない。どこかでつなげたいな。スタートどこだったっけ。
ッケー。水風船、水風船か。スリングショットには勝てんな。よし、9999。あれか、凍ってるってやつか。毒で倒した。下がボス。いけるかな。あー、追っかけてくるだけだからね。逃げながらで倒せるとは思うんだけど、問題ほんとラストよね。火薬星って言いな。スリングショット打つ。お店です。お店に何かいいもの売ってないかな。うわー、待て待て、吸血鬼はあるじゃん。これお金稼ぎたいな。あと4部屋、まあ使わないでいいか。お、打ち消した。相手、鍵が必要。オイルスリック、ルシュラーアタック。オイルを巻いて敵の動きを遅くする。アクアハープン。なんか、あ、もうこれはあれなんだな、レベルとかじゃないんだ。起爆ができないな。クリティカル率 2%。 これ引いた後にこれでいける？ダメか、火がないとダメだな。ちょっと置いといて。取りこぼしが結構ある。どれだ、影に落ちてる。いや、え、どれ。あ、ゲットした。リセントドレンチャー。待て待てー、で鍵がない。ボムで開けて、ロールロール。ダメ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 、絶対ダメ。鍵どっかねえかな。2700あるから、吸血取って、おっ、下だでいった。で鍵、アーマー103。吸収効果上がってるしな。買えない。ロール、ボクシンググローブ180。しかも火がついてる。もうこいつで回復する必要ないからな。行こう。ありがとう刀。
鍵1個変えたので下をチェック。なんだろう、素で、ありがとう。ボム上にあるよね、あると思った。蜂蜜食べたいな蜂蜜な、まあいろんな蜂蜜がありますからね。教会行けるか。2510、136。よし、移動スピード上げて、あーまこれで着火したかなっていう、溶かしちゃったけども悪くはなかったんだけどね。これは取って、1432か。鍵もゲット。まだ壊せるものあるな。キープセイク的には大丈夫。火がついてて、早い。スピードが大事なのよ。行きまーす。ほい。アウェーケン。シード足りない、良くないパターンですね。周りに置かれた。おうそ、危ない。1234、 OK、 開いた、はい、当たっちゃった。電撃ドン。いいね。で、追われながら、おっ、おっ、おいて、避けて、避けて、回復が間に合う。回復が入ってるよ、これは。さ、体力バーンアップ。よーし、907。まだ何かできるか。これね、突っ込んでくるからね、もしかしたらここかもね。よし、こいつで回復できてるな。全ての攻撃に乗ってるから、いけるぞ。やめろやめてくれ、いけるぞ。アビリティクールダウン、移動スピードかな。さあ来た。チャレンジは近接攻撃しない、任せろや。
おー、やれんか。オッケー。武器は水のダメージアップ、いいね。なかなかたまらないね。倒しました。怖いけん。ちょっとでも回復残しとくか。オッケー。指鉄砲202。宝箱、フロストフラクチャー8、氷ダメージ。やべ、変えちゃったが、まあいいでしょう。はい、私はこの場所が大好きだった。夜遅くにミルクシェイクを分け合えばどんな緊張もほぐれた。それができなくなった時、他の人には理解できないかもしれないけど、私は何か良くないことが起こると直感。そうか。ほい。でで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 だ。ほい。終わりだぜ。毒ついて、チャレンジ感覚開けない、了解。はい、デリケートなカービン、すべてのクリティカルヒットに追加ダメージ付与、強い。なんてデリケートなんだ。おお、ありだぜ。まだ出てくんの？おいよ。ボムゲット。よいしょ。あ、まだあった。おう、わり。ここだ。
硬いね。しかしこのスピードについてこれるかな。くだけど、さあ鍵が足りねえ。近接攻撃しない、了解。あ、しちゃった。一定しかも食らった。あ、いていて。動けねえ。あはー、全開するな。強いなこれ。ほっ、あん、届かないの。あ、毒あるし。いやね、回避マスター。さあボス部屋、ここがラスト。万全な状態で来たいね。ブレイカーソード199、うん、完全にクラウド。いや、こっちだね。減った分ちゃっかり回復してないんだよね。オッケー、オッケー。あぶね、マジで時間足んねえかと思ったぜ。しかしやらしい相手だ。バックラーはプラス 10% 範囲打じゃ遠距離ダメージ上がる。136吸収効果。いやーでもこれ吸収効果上がってるしな。チャレンジ、物を壊さずに。凍らせた。全開はしているぜ。まずは君を倒して、ビリビリだぜ。凍らせて、ピッキング道具でかい。さてと、ボムはあるけど上ないか。鍵ゲットあるか。開けるとしたらここかな。いや、店がある。3156、こっちか。何が買えるかな。はい、移動スピードアップ運動靴買うからの1806で買えるのはこいつだけ。フリスビーはいらない。オプティックシア、アクアハープーン買えません。
あ、鍵使わずに済んだからこっちも開けてみよう。なんでしょう。素手。あとボム2。ラストボム。ここにあると思うんだけどな、隠しな。あ、入った？はい。嬉しい。何がある？封印だ。来た。なんだそれ。キロノバ。キロノバか。多分こっちよりキロノバの方がいいな。ドゥン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 って。けっ、行くぞ。まず最初に時間止めて、いやー、勝ちてー。さあ、キロノバのクールダウンが終わったら、まず時間止めて、スリングショット打って。勝負。ほい。あ！早速何取られる？あー、スリングショット取られたんだけど。マジかよ。そってやるじゃん。え、消えた？ずる。全然ダメージ与えられなかったな。オッケー、やった。回復。どう来る？はい。マジで本当にないわこれ。いいね。今度はない取る。避けた。キロノバ半分。あ、今度ないとんの。はい、くなに。おお、ああ、キロのこっちかですよ。オッケー、スリングショットさえあれば。あー、近接パターンとって感じが。避けるね。うそ。いや、あ、ガンガン打てるから、これガンガン打っていいね。決めるぞ。うん、遠距離バトルだ。もう全ての遠距離に注いだ男だぞ。いた。そう、大丈夫。体育が半端ないんでね。終わりだー。よっしゃー。あーは、これは闇の終わりではありません。目覚めの世界を探索して再び闇と対峙する前に人々の信仰を深めておきましょう。悪夢モード。はー、いやいや、もう今の難易度で厳しいのに、ここからさらにっていう話だからね。恐ろしい。ナイトメアとか。うーわー、脅威レベル8。まあ、ここからはもう完全なるローグライクですね。どこまで極められるかっていう。はい、ということで、ドリームスケーパー1周目。
クリアでございます。これ難しい。まあでもどんどんやっていくとね、いろんな武器の熟練度も上がるし、仲良くなれてね、その人たちインフルエンスたちの効果もね上がっていって戦いやすくなっていくので、そういうのでね攻略できるようにしていくっていう形だと思うんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。実にねやっぱよくできてますね。特にあの会話パートがまた楽しいんでね、気になる方はぜひ遊んでみてください。ではまた次回違うゲームでお会いしましょう。ほんじゃまたな。